はい、えー、皆さん、えー、今日はよろしくお願いいたします。青森の有限会社、繊維の農園の取締役、繊維の浩司と申します、えー。そうですね、じゃあ、まあ、あのー、ちょっと自己紹介から、えー、話しさせて、えー、まず今回の取り組みについて、あ私の取り組みに、弊社の取り組みと、まあ、この事、えー、業に対するご意見とか、えー、述べさせていただきます。 えまず、弊社製の農園はえ約80年続くえまあリンゴをメインとしたえ栽培と販売をしている会社です。リンゴの一大生産地である青森県弘前市でえ約16ヘクタールの面積を栽培しております。私たちのえ園地が広がる岩木山の麓を なんですけども、まあ、大体標高100メートルの、えー、地域になりまして、まあ、リンゴ作りには、えー、最も適している、えー、気候と、えー、土壌、そして地域とされております。えーまあ、弊社の方はすべてハト、えー、らず栽培でリンゴを生産し、せ、ま、い、あの農園のリンゴとしてすべて自分で販売をしています。えーまあ お客様に直接販売をしているので少しでも安心安全な農産物を届けようと心がけておりますそのために除草剤は除草剤と化学肥料は一切使用せずに長年自家製堆肥を畑に入れて近年ではりんごの剪定しですね冬になって りんごの剪定作業をして、それをまあ一般的にはそれを焼却処分するんですけども、弊社ではそれをチップにして、堆肥、チップにして堆肥にして、1年間寝かせて、それをりんごに使用して、地球に優しい循環型農業にも取り組んでおります。そしてあのまあ農薬もですね、 少しでも、えー、農薬を減らすように努力していまして、まあ、散布回数や散布量、あと、まあ、農薬も薄めて、えー、使用しています。まあ、それですね、さっき、あの、秋葉課長がおっしゃられたように、まあ、農薬の使用もや、やはり、あのー、まあ、予察をできるだけやって、あのー、やっぱりどうしても果樹農家、リンゴ農家っていうのは、えっ、ー、と、例えば予防で防農薬を使うので、やっぱそれで、 あのー、農薬を使うことで皆さんやっぱり安心したい農家さんが多いんですよね。でもまあ、えー、私はそこをまあギリギリまで耐えて、えー、ここは一回入れなくてもいいんじゃないかとかやはりその、えー、ただ周りが喋喋、えー、られるような、まあ、そういう声だけじゃなくてやっぱり自分なりに調べてで過去の経験から。 ここはこういう農薬入れなくてもいいんじゃないかとか、まあ、自分なりに考えて工夫して減らしています、えー、そしてあと、まあえー、まだちょっと実用的に実用化には至ってないんですけど、まあ、試験的な段階で、えー、近年、あのーまあ、微生物微生物菌っていうのを使用して、まあ、少しでも今度殺菌剤の使用を抑えられないか、まあ、今チャレンジしています まあ実際、まあ、まだチャレンジしてて、えー、ちょっとやはりどうしても殺菌剤っていうものに関して、殺菌剤に比べると、やっぱり効果としてはまだまだ、えー、低いので、どうしてもこの微生物菌を使用すると、やっぱり、まあ、生産量は落ちてしまいます。まあ、ちょっとまだまだ実用化には難しいなと思ってます。であと、まあ、近年の温暖化による影響で、まあ 日焼けかとか果実の難質か高温による着色,着色不良に悩まされているというのもありまして、まあ、あの今回の資料でも紹介されている、まあ、高温下でも着色しやすい和製種の紅実りとあ、ま、と中性種の菌、えー、種の苗にも、えー、植えて、まあ、まだ苗木の段階なんで、えー、まだリンゴは見てないんですけども、まあ、そういう、えー、温暖化に強い えー、新しい品種もチャレンジしています。まあえー、先ほど秋葉、えー、課長がおっしゃられたようにやっぱり、えーまあ、果樹は、えー、やっぱこの日本においては特に、ね、高温多湿な気候で、えー、農薬を減らすとかってやっぱまだまだ難しいのかなと思ってます。でやっぱり、えーまあ、農薬に代わる資材の投入だったり あとまあ毒性の強い農薬の使用を禁止することによってやっぱりどうしても生産のロスが生産性が悪くなりますね。あとまあそれに代わる資材の購入とかでやっぱり栽培コストもえ上昇するのでえやっぱこれから将来まあそういう有機的な農法を普及させるにあたってはやっぱりまあ国の方でやっぱそういうえ例えば有機性の農業資材の 購入への補助金とか助成金を出してくれるのか。あとはやっぱりそういう生産性が悪くなった場合、そのウ、まあ、売り上げが落ちてきて、それを補填してもらえるのかだったり、あとまあ、まあ、小売店とか、あとそういう j a さんだったり、中卸会社の皆さんに対して、やっぱその 有機栽培でできたリンゴ農産物に対して、その価格の面でえまあ上乗せしてもらうとか、その価格、販売価格の面でえどう対応してもらえるのか、農家を守ってもらえるのかっていうところ、やっぱそういうところが、これからもっとえまあ具体的にえ示していくことが必要なんじゃないかなと。 やっぱそういうことを明確にしていかないとカジノコはなかなか有機栽培に踏み出せないんじゃないかなと思っています。またやっぱりあのどうしてもね、えー、農産物ほとんどが有機栽培のものになると今まで観光栽培のものに対して、まあ、観光栽培でできた例えばリンゴに対して有機栽培の有機の無農薬の有機のリンゴとか無農薬のリンゴとかっていうのはまあ 付加価値、その勇気っていうことが付加価値として今までは価格で差別されてきたんですけども、まあ、それが勇気が当たり前になると、やっぱその辺の価格っていうのはどうなるのか,かなと、やっぱそれがちょっと心配ですね。もうなんか勇気が当たり前になりすぎて、勇気で作ってもそんなに値段が高くならない、まあ、要は他との差別化ができないっていうふうになったら、ちょっと、えー、まあ、あのー、まあ、農家が、 苦労して作ったものが高く売れないんだとやっぱりね栽培意欲は湧かないじゃないかなっていう心配はありますね。うん、あと、まあ、まあ私個人的な考えですとえまあ、やっぱりそこまで有機栽培にこだわらないっていうのはっていうまあ理由がありましてまあ有機イコール、まあ、美味しいとは限らないと思っています。えー やっぱりあのー、個人でりんご販売してるとやっぱり味が一番なんですよね。うん、まあその辺多分ね、まあ、野菜とか米農家さんとちょっと考え方が違うのかもしれないですけども、うん、やっぱりまあもちろん安心安全にこだわる消費者は多いかもしれないですけどもやっぱこうりんごを個人販売してるとよると個人販売していると、まあ、安心安全っていうのにも先に味にこだわって でその美味しいかどうかっていうのでで選んでくださるお客様がまだまだまま多いいような気がしています、まあおそらくその2050年とかっていう先まで見るとやっぱそういう人はだんだん、うん、まあ減ってくるのかもしれないですけどでもやっぱり果物って個人でっていうとやっぱいろんな個人農家が今例えばネットだったりで販売してるとやっぱりその。 でまあ、もちろんその農薬使ってるか使ってないかとかでそういうところで判断するお客さんも多いですけどやっぱり味だなっていう気がしています、まあ、あの私の性能農園でもやっぱりまず味で、えー、お客さんは選んでいただいているし、まあ、もちろん農薬も、ね、できる限り減らしてほしいとは思ってるんでしょうけどもっていう感じですね、うんまあ、ですからまあ私たちがその 新しく栽培するリンゴに関しては全て味とあと生産性の良さあとまあさっきしゃべったようにそのこれからの気候にどう合うか高温でもできるようなっていうところを考えて品種選びをしていますだからまあ決してねみんながこれ作ってるからうちはうちもこれ作るとかじゃなくて例えばまあ青森県だったらまあ一般的に10月上旬というとジョナ・ゴールドを まあ、ほぼすべての農家が栽培してますけども、うちはもう10年ぐらい前にもうやめちゃってますね。まあ、うちの場合は、まああの、その時期は秋葉絵っていうりんごを作ってるんですけども、まあ、とても食味がよく、はとらず栽培にとても向いてる。うん、何より、まあ、お客さんがもうそのりんごを望んでくれてるので、そういう品種を選んでいます。性、ま、能、あ、農園の考え方としては、やっぱりそのやっぱ食味を優先し、 まあそこから可能な限りあり有機の方へ近づいていける道を探していきます。まあ、そしてあのやっぱり最後になりますけども、えー、有機農産物を普及させていくにあたってやはり消費者の食べ物に対する意識をもっと幅広く持っていただけるように周知していく必要があると思います。えーまあ、アメリカやヨーロッパでは、まあ、ご存知の通り日本よりも有機化が進んでいますけども。 やっぱり大衆的な小売店や小売店とかでもあの一般的な普通のお店でも有機農産物が普通に販売されてるんですけどもやっぱり有機でも有機でやっぱちょっとどうしても見た目が悪いものとかでも普通に日本でだったらおそらくスーパーや百貨店では恥をかれるような農産物でもアメリカでは普通に並んでてやっぱそういうのも消費者はまあ有機だからこういうもんだろうっていう感じでね 買っっててくだだささるお客んんが多いいろうなっていうな感じます、まあ、でまあ日本人も日本の消費者が皆さんそういうわけではないと思うんですけども、うん、まあちょっと日本人の方が潔癖なのかなっていう印象を受けました、まあ、私も昔まあ20年前ですけどねあのアメリカ研修で向こうに住んでたこともあるので、まあ、結構当時あの一般的な意見あのアメリカ人の考え方はそうなのかなっていうのは、はい、そういうふうに思っていました。 で、まあ、あの、そうですね。まあ、今日の意見交換会で、まあ、日本の農業が、の未来が明るいものになると。えー、心より願っております、えー。今日はご清聴ありがとうございました。以上になります。はい。伊勢の様、どうもありがとうございました。